派的に言えば一夜にして京都中の信徒が消えた。マジか。この世界マジで罪を背負ってる人が多すぎるんですよ。みんな罪をめちゃめちゃ背負ってて、でもそれでもやり直そうとしてるから。これはいきなりメインストーリーですね。アルジェーンに着きました。ん？誰もいない？もしかして。なんか街の中誰もいないですね。なんかやけに静かね。あなたたち、あ、逃げましょう。アイン、ちょっと待って、今それどころじゃないの。え、どういうこと？いや、なんかやけに街の中誰もいないなとは思ったけど、一体何があったんですか？それが、京都は今、もぬけの殻だ。あ、てるくん。てるちゃん、牢獄はどうだった？ダメだ、この脱獄囚どもはともかく、他の罪人も姿がない。そんな、本当に人が消えたってこと？ね、それで一体何があったの？どこから話せばいいかしら。派的に言えば一夜にして京都中の信徒が消えた。マジか。神隠しにしてはあまりにもちょっと大きすぎるというか。京都中の信徒っていうとほぼ全員じゃないですか。だってアルジェーンってなんか信徒の方がすごく多い町ですよね。そうなの。信徒だけじゃなくて神官たちも私たち以外に何人か残ってるくらいで、あと探してない場所は京都中探し回ったからな。あとは聖堂、まあ十中八九そこじゃないですかね。お前もそう思うか。心当たりがあるんですか？入り口の警備が急に強固になってね、私たち巡礼士の立ち入りも禁止されたの。そこにいる神官の様子もおかしくて、上事のようにここから先は通さないと繰り返していた。あれではまるで幽霊か傀儡だな。あ、勇気か。勇気か傀儡だな。俺のような一神官はともかく、巡礼士である首里かも通れないとなると、これはいよいよきな臭いな。でも確かめようにも中に入れないんじゃ。アリアちゃんに聞いてみようか。どうしよう。まあ抜け道を使うしかないんじゃない？この際手段は選べないでしょう。抜け道実はあるんですよ。あんたたちが協力してくれるっていうなら聖堂の中に入る手助けをしてもいい。ただし3000グリラが必要ですが、お金を出していただけますか？俺たちがお前たちと笑わせるな。いえ、でもテル他に方策は。あ、やっぱりテルって呼んでるんだ。名前長いですもんね。やっぱテル君はテル君だな。まあ、お前がそうしたいなら好きにするがいい。俺はごめん、こうむる。てるくん、こういう時に助けてくれた方が、シュリカさんの心は揺れ動くと思いますよ。ね、てる。シュリカはどうします？私は、今迷っている場合じゃないわ。その抜け道というのを教えてちょうだい。任せた。オッケー、じゃあ早速ブラッカのところへ向かいましょう。本当に人がいない。みんないなくなってる。来たか、いよいよこの街も。あ、どうもお邪魔するわ。へえ、こんな場所が。おい、アイン、なんで巡礼士を連れてきた？お前まさか売ったのか、この俺を？違います。ブラッカさんの顔がすごいことになってる。年貢の納め時だな。ちょっと無駄に話をややこしくしないでくれる？どういうことだ？いやー、面白い。ブラッカにことの経緯を伝えた。うん、なるほどな。まあそれだけで巡礼士を信用することはできないが。で、シュリカ・ビラマンド、お前はどこまで知っている？協力者というなら情報を開示しろ。どこまでって、私は何も。何でもいい。ジーグフェルドについて何か知らないか？司祭様は、え、なんだろう。え、あ、そんな、なになになに？どういうこと？い
今起きている事態はジーグフェルドが関与している可能性が高い。確かに聖堂を立ち入り禁止にしたのも司祭様。それに司祭様は最近聖堂の奥に出入りしている。完全に真っ黒じゃん。やはりな。ならば聖堂の奥にきっと奴が隠しているものがある。そしてそれが京都の住人たちがいなくなったことと密接に関係している。あの司祭嫌な奴だもんね。本当にね、怪しいとは思ってたのよ。でもなんだろう、シュリカさん、シュリカさんは司祭様のことすごく信頼してそうですよね。何か引っかかるんですか？司祭様は、読めないな、信徒で悪事をするような方では。孤児である、私やテルを拾い育ててくれた。シュリカ様、孤児だったんだ。あ、なるほど。育ての親ってやつか。そんなところね。血はつながっていなくとも、いや、血がつながっていないからこそ、その恩義は計り知れないだろう。お前には辛い道になるかもしれん。誰もお前を咎めん。あの司祭と対峙する覚悟がないなら、俺たちと同行するのはやめにしろ。まあ、そうね。覚悟がないと、ちょっと足手まといになる可能性すらありますもんね。いいえ、それはできないわ。私は巡礼士。教団にあだなす存在を駆逐する者。そのために教母であるマザーからドグマという武器を授かっている。もし司祭様が教団を脅かすというのなら、私が止めてみせる。それに司祭様は育ての親だから、親だからこそ人任せにはできない。それがこのなせるただ一つの孝行だと思うから。悪くない心がけだ。だが無理はするな。足手まといが増えても困る。よし、アイン、話はまとまったな。今度こそ聖堂の再翼を目指すぞ。行きましょうか。シュリカさんが仲間になりました。シュリカとの出会いがアインのさらなる力を目覚めさせる。お、ピググリム、どんなジョブだろう。魔法の剣で物理攻撃と魔法攻撃を行う。なんかすごい良さそう。広い範囲の攻撃やダメージを与え続ける。フィールドを配置するスキルなどを覚えます。使うの難しそうだけど、多分使いこなせたら強いんじゃないかな。ありますね、奇跡の聖堂。今3階の凍てつく十字路まで来たんですけど、左奥か。そこまで進んでいきましょう。夜だな。何、通路の端にいびつな形の雪玉がある。よく見れば雪だるまのように見えなくもない。ここに住む魔物が作ったのだろうか。じゃあ調べますか。魔物が、詳しく調べようとすると衝撃で雪だるまが崩れてしまった。これ魔物作ったのかな。しかし崩れた雪の中からキラリと光るアイテムが出てきた。お、アイスストーンを手に入れた。どこからか声が聞こえてくる。声の主は魔物だった。どうやら雪だるまを作ったのはこの魔物だったようだ。ごめん。ノームが作ってたんだ。申し訳ねえ。何?これなんかある。調べる。なんかやばいの動かしちゃった?もしかして。なんだろう、これメインストーリーは関係なさそうだけど、家のモノライトが起動して周囲の環境が変化した。やばい、大丈夫かな。なんか動かしちゃった。これは敵?敵が効率系になってる?モノライトを起動したから?うわぁ、効率系になってる。よかったのかな?冬のシーズライトを起動したのはよかった。でいいのかな、いいことなのかな。戦わずに進めるってことかな。今日は一旦帰るか。
はい、メインストーリーも気になるところではあるんですけれども、実はちょっとお手紙結構放置しちゃってて、これを見ていこうかなと思います。で、一番下から、ごめんなさいクレスさん、冬の11日からずっと放置していました。いきなりで悪いけど、おかげさまで村長の腰は無事回復したわ。実はピンクアロエって腰痛改善の薬に使う素材としてとても優秀なのよね。さて、前置きはこのあたりにして、今度はお仕事の依頼ではないの、ちょっと話したいことがあってね。暇な時にでいいから診療所に来てほしいの。まあ大事な話になるのかしらね。それじゃあ待ってるわ、クレスより。これはクレスさんのキャラクタークエストですね。これもちょっと進めていきたいと思います。次、もうイスナーさんもごめんなさい、冬の20日からずっとお待たせしておりました。この間話した例の事件だけど、今度はアルジェーンで発生したそうなの。犯人の手がかりを手に入れる好機だわ。早速調査に行きましょう。アルジェーンで待っているわ、イステナより。ということで、なんか珍しく別の街でですね、アルジェーンで発生した。いや、でもさ、あれちょっと待って、今アルジェーン人が消えてるから、これってどうなってるんだろう。できるのかな、ちょっと様子は見たいですね。一旦閉じます。そして村長からね、春の2日と6日にお手紙来てますね。差し入れじゃ。アイン元気にやっておるか。先日畑の改築を行ったそうじゃな。この調子でこれからも農業を頑張ってくれ。また手紙に作物の種を同封しておいた。広くなった畑でぜひ育ててみてくれ。ってことで、実はそうなんですよね。ちょっと動画にはしてないと思うんですが、畑をまた広くしまして、ありがたく種を受け取っておきましょう。で、差し入れ。そうなんですよ。実はね、かなり畑広くしてるんです。アイン元気にやっておるか？先日畑の改築を行ったそうじゃな。最初にお前さんに農業を勧めた時は息抜きにでもなればと思っていたが、まさかここまでのめり込むとはな。いや、楽しくて。旅をしながら畑の世話をするのは大変じゃと思うが、これからも楽しんで農業を頑張ってほしい。今回の手紙にも作物の種を同封しておいた。広くなった畑でぜひ育ててみてくれ。ということで、日めくりの苗木とかもつけてくれてる村長、これお高いんですよね。ありがとうございます。ありがたくいただいておきます。今ストーリーはメインストーリーの途中ではあるんですけれども、キャラクタークエストが今イスティナさんとクレスさんと、あと非常に申し訳ないアジールのキャラクエスト受けるだけ受けてずっと放置してたので、これ全然見てないんですよね。ということで順番に見ていきましょうか。ただイスティナさんのストーリーって今見れるかどうかわかんないですね。アルジェーンは今京都からもう全員人が消えてしまったっていう状態なので、もしかしたらこれはちょっといけないかもしれないんですが、下2つはできると思うので進めていこうと思います。まずはネメアに行きましょう。あ、いたいた、アジール、こんにちは。大変お待たせしました。アインさん来てくれたんですね。手紙にも書いた通り、オルテラと話をするためネメアに来てもらうことになったんですね。あ、どうやってオルテラを呼んだんですか。天の卵とか彼女がいそうな場所を探し回ったんです。もうじきオルテラも来ると思うので少し待ってましょう。来たよアジール。あ、オルテラちゃん久しぶり。オルテラ来てくれてありがとう。アジールがどうしてもって言うからだよ。まさか私を呼び出すために一人で天の卵まで来るなんてね。まあ、竜は連れてきてない。当然ちゃ当然だけど。失礼なことを言うね、君は。必要がないのに、あの子たちを連れては来ないさ。それで、わざわざ呼びつけて、一体何の話なの？もう君と私の間に実りのある会話が生まれるようには思えないんだけど。それとも考えが変わった？私と協力したくなったとか。いや、違うよ。僕の考えはあれから変わってない。だったらどうして？ここに呼んだのは君に伝えたいことがあるからだ。へえ、愛の告白かしら。そうだったらどれだけ良かったことか。まあ、ずっと考えていたんだ、君の本心を。君が一体何をしたかったのかを。ちょっと待ってくれないかい？君は私の心に踏み込もうというのかい？
結果的にそうなるかもしれない。でも話を聞いてほしい。そういうのエゴって言うんだけどな。まあいいか、話しなよ。ありがとう。まずこの間はごめん。君のことをティエラじゃないと言ってきっと君を傷つけてしまった。でもだからといって君のことをティエラと同じだと言いたいわけじゃないんだ。なんて言えばいいかわからないけど、僕は君のことをティエラと同じだとかティエラと違うだとかそういう風に見てしまうこと自体が誤りなんじゃないかってそう思ったんだ。綺麗事だな。アジール、君さ、いい子ちゃんも大概にした方がいい。私はティエラの予備で、誰がどう見てもティエラだろう。君だって私を見た時に少しは期待したはずだ。嫌なんだよ、そういうのがさ、全部。オルテラ。アジール、君はそうやって誰にでも優しくしようとする。だけどね、知っておくといい。優しさは時に人を追い詰める。分かったような顔をして近づく優しさほど残酷なものはない。君はそういうものを振り回して私を追い詰めようとしている。ちょっとこれはオルテラちゃんの気持ちもわかるな。なんか確かに言われてみたらそうかもしれない。そうじゃないよ、僕は君を追い詰めるつもりはない。いや、アジールにそのつもりがなくても受け取り手というか人の感情はこっちで操作することはできないから、結局オルテラちゃんがそういう風に傷ついてしまったらそれはそれでやっぱりオルテラちゃんの気持ちはそうなんですよね。うまく言えないけど、いや、うまく言えないんだけど、わからない人だな。君にその気がなくても結果的にそうなるという話をしている。そうだよね、そうだよね、オルテラちゃん、そう、そうなんですよね。アジールは多分分かってない。ダメだな、やはり話にならない。悪いが失礼する。ちょっとこれは、申し訳ないことをした。引き止める、ここで。じゃあアジールの話は終わってない。それがどうしたの。もう話す必要なんてないよ。ごめんね、オルテラ。でも少し待ってほしい。僕が言うことは確かに綺麗事なのかもしれない。それは僕が君の言ういい子ちゃんというやつだからなのだろう。でもこれだけは伝えたいんだ。オルテラ、この桜の木を見てくれないか。桜の木？ネメアの？普通に綺麗ですよね。私も桜は好きです綺麗な桜だね。だがこんなものが一体何だと。実はこの桜は過去に落雷で燃えてしまったんだ。うん、でも今は立派に咲いてます。杉木をしたんです、町の人たちみんなで。杉木、別の木をこの木にくっつけたのか。じゃあこの桜はもう本物じゃないんだね。それはどうかな。今ここに咲いているのは一体どっちの桜なんだろうね。燃えてしまった元の桜なのか、それとも別の桜なのか。そんなの知らないよ。分析してみれば遺伝子情報で判別できると思うけど。僕はどっちでもいいと思っているんだ。どっちでもいいって。この桜は今ここで咲いている。これまでどんな経緯があったとしても美しく咲いている。オルテラ、君はその美しさを無価値だと思うのか。僕はこの桜をあるがままに受け入れたい。オルテラがオルテラであるように、その心も感情も全部あるがままに。あるがままに。だから君のことを否定するようなことはもう言わない。ティエラだとかオルテラだとかそういう尺度は君には必要ない。君は君だ。君の持つ全てが君なのだと思う。
すぐに生き方を変えるのは難しいかもしれない。でも君には君の道がちゃんと続いている。それが僕の考えだ。アジール、君は本当にいい子ちゃんだな。でもちゃんと届いた気がする、この言葉は。でもティエラは君のそういうところを美しいと感じていたみたいだ。あ、意外だったな。綺麗事に救えるものもあるのか。話はもう終わり？うん。やっぱりつまらない話だったわ。もう帰っていい？構わないよ。じゃあ帰るね。あ、オルテラちゃん。オルテラの中で何か変わったかな？わかりません。でも僕が伝えたいことは全て伝えました。アインさん、ここまで付き合ってくれてありがとうございました。これからオルテラがどうするかはわからないですが、僕は信じています。オルテラのことを。それでは僕たちも解散しましょう。何かあれば手紙を送ります。ではまた。あー、桜のいきさつ。いい話でしたね、これは。オルテラちゃんはでもこれから本当にどうなるんだろうな。オルテラちゃんの話がどこに着地するのかがまだわかんないんですよね。あ、アジールだ。もっとあなたのことを知りたいです。え？今アジール、もっとあなたのことを知りたいですって言った。これからオルテラがどうするかわからないですが、僕は信じています、オルテラのことを。なんかネメアでオルテラじゃないアジールとすれ違うの新鮮ですね。あ、いた。次はクレスさんのサブクエストを進めていこうと思いますが、これ何してるんだろう。何してるのかわからんな話しかけていきましょう。こんにちは。あら、アイン、ここに来たってことは手紙を読んでくれたのね。すみません。やっとようやく読みました。話があるって書いてあったから。ええ、そうね。そのさ、私が行ってる研究についてそろそろ話しておこうかと思って。教えてくれるんですか？あなたにはもう何度も力を貸してもらっているし、このまま好意ばかり受け取るわけにもいかないしね。だからもう秘密にするのはやめにする。なんかクレスさんがちょっと苦しそうな顔してる。珍しい。私の研究はある病気の治療法を探すことなの。四季の病。ああ、四季になるとみんなが外を出歩けなくなるっていう、あれ？まだ正式な名前はないから便宜上そう呼んでるわ。四季の病？四季の日に光の塵が舞うでしょ？あれを大量に体内に取り込むことで発症するのが四季の病。四季の病を発症したら最後、みるみる免疫力と再生力が衰え、瞬く間に命を落としてしまう。そうなんだ。最初にあなたを診察した時、光の塵が生命を蝕むと話したでしょ？それがこの病のことよ。いや、結構すっ吸ってるよ、アインちゃんは。だいぶ吸っちゃってますよ。あの時も言った通り、あなたがどうして無事だったのかは正直今の医学ではわからない。何か特別な免疫のようなものがあるのかもと思って調べたけど、それらしき抗体は見つからなかったしね。あいつの間にそんな調査を。勝手に調べたのはごめんなさい。何度も検診に来てもらったでしょ。だからそのついでにね。私はどうしても四季の病の治療法を見つけたいの。それが父さんや母さんに私がしてあげられる唯一の手向けだから。そういうことか。もしかしてご両親の病気っていうのは。察しがいいわね。
私の両親の命を奪った病、それこそが四季の病なの。そもそも四季の病を研究していたのは私の両親で、私は二人の研究を受け継ぐ形で四季の病の研究を始めたのよ。うわ、なるほどな。だから熱心に研究を。ええ、その通りよ。最初に四季の病を発症したのは母さんだった。当時まだ私は幼かったから、四季の病が恐ろしい病気だなんて思いもしてなかったわ。まず一人で立てなくなって、それからすぐに寝たきりになって。でも寝たきりになっただけで母さんはいつも通りだったからすぐに治ると思っていたの。そうじゃなくても父さんがいつもみたいにすぐに母さんを治してくれると思ってたわ。でも、そうじゃなかったんですよね。抱きしめてくれた腕の温かさ、いつも見守ってくれていた眼差し、私たちにかけてくれた優しい声、病は少しずつ少しずつそれらを母さんから奪っていったわ。父さんは母さんのことを必死に治療していたけど、結局助けられなかった。それどころか、あの人は途中で治療薬の研究を諦めてしまったの。あ、そういうこと、心が折れたのかな。そうかもしれないわね。そして父さんは母さんが死んだ後、追いかけるように同じ病気で死んでしまった。皮肉な話よね。治療法を研究していた病気に逆に命を奪われるなんて。でもなんかよくある話ではあるけど、辛いな。医者は万能じゃない。父さんが死の間際に残した言葉よ。さあ、どういう意図で残した言葉だったのか今でもわからない。私が父さんたちと同じように医者になることを見越して言ったのかもしれないけど、でも私はその言葉を認めたくない。医者が万能じゃないってことは私にだってわかるわ。もう子供じゃないもの。でもだからといってあがらわないのは違うとそう思うから、だから私は絶対に諦めない。たとえどれだけの時間がかかったとしても、父さんと母さんの命を奪った四季の病、その治療法を私が必ず見つけ出してみせる。で、ごめんなさい。さらっと私の研究のことを話すつもりだったのに、つい長くなっちゃったわね。いやー、でも聞けてよかった。本当に。なるほどなーっていう感じというか、もうクレスさんが本当にただただ強いなって思いましたね。やっぱこう事情を聞くとさ、今まではさ、あーなんとなくこう頼まれたから早く届けに行かないとなーぐらいの感覚だったんだけど、いや、なんか自分にできることなら助けたいとすぐに思ってしまう。アインちゃんちょろいかもしれん。うん、クレスの決意はよく分かったし、自分にできることなら何でもする、何でも、うん、お金が必要な理由も分かったし、いや全部分かったな。でも今の気持ちこれだな。何でも、うん、何でもじゃないけど何でもしたい気持ちではある。アイン、ありがとう、頼りにしてるわ。じゃあこれで話はおしまい。ありがとね、ここまで話を聞いてくれて。こちらこそ話をしてくれてありがとう。あ、同じだ。話してくれてありがとう。あなたに話したらなんだかすっきりしたわ。人に話すってことも大切なのね。本当に割と大事ですよね。それじゃあ今日はこのあたりでお開きにしましょうか。何かあったらまた手紙を出すわ。これからは私の研究にもガンガン付き合ってもらうから、その、そこのところ覚悟しておきなさいね。いやー、でもよかった、父の残した言葉。うん、いや、クレスさんマジで強いな。
いいなぁ、だんだん好きになってくなぁ。四季の病のこと、多分あなたに手伝ってもらうことも増えてくると思うから、そこのところ覚悟しておいてちょうだいね。任せてください。できることなら何でもって言っちゃったし、何でも。あれ、今京都アルジェーンから人影がなくなったはずなのにキャラストーリーありますね。もしや見れる？あ、イスティナさんがいる。こんにちは。アイン来てくれたのね。手紙にも書いた通り、例の事件が京都でも発生したみたいなの。被害に遭った人は負傷したものの、命に別状はないそうよ。犯人はまだ町にはいないかな。人がいないからな。それは良かった。ええ、本当に。でも安心している場合じゃないわ。犯人はまだ京都に潜んでいるかもしれないのだから。まずは聖堂に行って事件のことを神官たちに聞きに。お、ずいぶん泥臭い方法で情報を集めようとしているのね。誰？その声は、本当に生きていたのね、影のアサシン。いえ、イスティナ。ロズニー、また新しいキャラだ。あなたなの？どちら様ですか。はじめまして、私はロズニー。イスティナのお仲間よ。やめて、私はもうあなたたちとは違うの。そうだったわね。あなたは組織を抜けて、こんなところで何をしているのかしら。それは、まあいいわ。今の目的はそうじゃないし。なんだろう。ロズニー、どうしてあなたがここに？いえ、答えは決まっているわ。影のアサシンを名乗り、事件を起こしていたのはあなたね。ちょっと待って、それはこちらのセリフよ。そもそも影のアサシンはあなたの。ん？なになになに？影のアサシンもう一人いる？え、まさかあなたじゃないの？あの事件は組織の仕業では。違う、組織は関係ない。もう一人いる？まさかの。私も例の事件を追っている側よ。犯人ではないわ。それを信じろというの？少なくとも今この場で争うつもりはないわね。まあそれじゃ味方ってことか。のんきだな。そうではない。まあ私が逆の立場ならいきなり信用しろと言われても難しいでしょうね。ちょっとアインちゃんの存在なんかなかったことにされてしまった。だから今回はこれで失礼させてもらうわ。待ちなさい、ロズニー。追いかければ今なら間に合うけど。え、ダメ？いえ、やめておきましょう。きっともう追いかけられないわ。アイン、悪いけど事件の調査は一旦切り上げましょう。その代わり少し話をしてもいいかしら。あ、ぜひよろしくお願いします。私のこと、暗殺組織のこと、ちゃんと話すべきだと思って。私のいた暗殺組織は、シウリビトと呼ばれていた。商売や権力、血筋の争い。この世界には決して表に出ることはない静かな争いが無数に存在しているわ。そういった争いが起きたとき、組織にお呼びがかかるの。利益さえあるならば、誰であろうと暗殺する。誰にも見つからず、誰の手による犯行かもわからない。それが組織の商売文句。殺人を売り歩く死の商人。それがかつて私が身を寄せていた暗殺組織の実態。そっか、そんなところにいたんですね。物心ついた時には組織にいた。だから私にはあそこしか居場所がなかったの。組織にはそういった境遇の子が何人もいたわ。ロズニーもその一人よ。彼女とは年が近いこともあって、よく行動を共にしていたわ。そして仕事という名目で多くの命を奪ってきた。
そう、組織を抜けたって言われてたけど、言葉の通りよ、私は組織を裏切ったの。あの日、私はもうここにはいられないとそう思ったから。だから私は暗殺術を捨てることを決意したの。後のことはあなたも知っているでしょう。これが私の過去よ。決して消えることのない罪と影。結局どれだけ目を背けてもなかったことにはできないってことなのね。いやもう切ない。ちょっと待って、石田さんにかける言葉が確かにあまりない。ボツニーと協力、あーでも協力した方がいいんじゃないかな。誰かまた別の第三者が影のアサシンを名乗ってるってことですもんね。今はできるわけがない。私は彼女にとって裏切り者なのだから。あの組織が関わっていると分かった以上、今まで通りではいられない。アイン、少し情報を整理させてほしいの。これからどうするべきか考えたいから。そうですね。焦ってもいい結果は出ないしね。ええ。落ち着いたらまた手紙を出すわ。でもちょっとイスティナさんにとって今孤児院がちょっと彼女の弱点になってしまっているから、なんかそこが怖いですよね。孤児院をちょっと人質に取られたりっていう展開が一番怖いな。過去との再会。でもできることならロズニーさんも助けたい気持ちはありますよね。ロズニーさんをなんとかこっちに引き入れて一緒に孤児院やっていけたら一番平和にねえ、できるんじゃないかな。ダメかな、この世界マジで罪を背負ってる人が多すぎるんですよ。多すぎるんだよ。みんな罪をめちゃめちゃ背負ってて、でもそれでもやり直そうとしてるから、そういうところはなんか大事にしていきたい。